はは、い、こんにちはゆかのけしです。えー「植物覚醒と何もせんの脳」って書いてますけれども、えー、そうですね最近本当にまに、あ、これから何回も言ってるように、まあ、気候変動というか、まあ、寒くなったり暑くなったりあとは、まあ、基本的には寒くなっていくんですけどその間にいろいろ周期があるんですねで、まあ、めっちゃ晴れて太陽がとかめっちゃ寒くなったりとか全然雨が降らないとかめっちゃ雨降るとか氷が降るとかことがいろいろ起きてくる中ですね え何もせんのうっていうのは福岡正信先生のあの泥団子じゃないですけどもああいうふうに自然とでもその時期はまだできた時期なんですよねだからこそまあ植物を覚醒させるということが必要だったりとかあとまあより収穫量を上げたりとかよりリュスピードそして寒さ暑さに強くなるとかいうことも植物を覚醒させてするということも大切だと思ってるしあとは何もせんっていうのはその先生の哲学はすっごく大好きでその うん、であとは好きなことをやるっていうことがすごく大切だと思うし反応反 X っていうところにもつながってくるような気もするし自分が好きなこと自分の趣味遊び得意なことをして X をしてで半分まあ食べ物作って、まあ、それをして生きる人生っていいなと思うんです。でそこにプラスで僕は何もせんのっていうのはあの作りやすい食べ物これからもう気候変動が激しくなっても作れるようなものを作るっていう何もせん もつですよねで戦後戦時中もう言ってられない食べ物さえあればいい栄養が取れればいい生きていればいいっていう時に作,る作,ったも使っ作ったものがさつまいもだったりかぼちゃだったりするんですけれども、まあ、多くの食べ物があ、まあ、作りにくかったりあとは体に悪いい、えー、野菜とか果物が多いんですよね、まあ、栄養にもならなかったり栄養にならないだけであればゼロであればまだいいんですけど体を悪くする体を冷やしたりいろんなことを悪くする。 食べ物えー、農,薬農薬とか使ってればなおさらですけど使ってなくてもなんですよねだからそこら辺も考えて自分が120歳以上生きれるような食べ物を作ってそして、えー、楽して作れるものを作るというそこの考え方の技術が横山武志郎なんでまあ興味がある方は手にしていただければ試していただければと思います。